どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、パワテラです。というわけで、大型アップデートで追加される新車両や新アップグレード、10台以上あるのか、まだまだ発見が絶えない1分間のトレーラーということで、よりスローモーションとか、皆さんのコメントをちょっと動画にしてみました。で、まず一番最初に、このヘリ何なのっていうコメントありました。まあ、こういったヘリ、もしかしたら新型のヘリなのか、ミッション中に出てくるものなのか、ちょっと、まあ、今までないような気もしちゃったりします。またロスサントスのど真ん中にある工事中の高いビル、ここは工事が進んでいないようです。またこちらの映像では NPC のキャップ新しいものなのかなと、また左側はダッジモナコの車両がモデルになってるんじゃないか、さらにですね、右側のセンチネルがこれベニーズアップグレードなんじゃないかっていうコメントもありますので、もしかしたらベニーズ対象となるのかもしれません。というわけで、ここの南サンアンドレアス、ガソリンが高騰するということで、また NPC がこのように事故ってるシーンというかね、まあ、修理というか故障してるシーン、これたまにね、田舎の方で出くわすこともあったりします。で、大型アップデートは7月26日17時以降です。まあ、4つのビジネスですね、ナイトクラブとかオフィス CO とか、地下基地のビジネスがより拡大されていきます。レコード A スタジオの前にあるショールームラグジュアリーオートというのが、今は赤と白の布がかけられていて車両見えないんですけども、ここがアップデートで変化するとショールームになって試乗できるとか、ここから新車両を購入できるようです。また右側にある車両、既存のツーリスモ R のカスタム項目が増えてるんじゃないかということで、これもアップグレードとかの対象とか、もしくは単純にカスタム項目が増える可能性はあるかもしれません。また左側 EV 車両ですね、電気自動車、これはアウディの e-tron GT という車両がモデルになっていると皆さんもコメント言ってますけれども、これが新車両で、間違いなく来ると。これはね、おそらく加速はいいんじゃないかなと思います。まあ電気自動車ってのは基本的に加速めちゃくちゃ速いです。続いてね、大きなトラック、これイマニテック対応なんじゃないかというカスタムがされているような感じで、シボレービーストコンセプトトラック、もしくは GMC のハマー EV に似てるんじゃないかっていうコメントが多く寄せられています。まあ、イマニテック対応の車両はね、2台追加されるってもう、ね、公式が言ってます。4つのビジネスが拡大され、ナイトクラブで迷惑な客を追い出したりとか、 C4 のビジネスや MC のビジネスがサイドビジネスっていうのがね、セカンドビジネス、こういったものがね、増えてお金稼ぎがしやすくなると言われていて、既存のビジネスの調達や売却が全部招待限定セッションなどでできるということで、メリットがたくさんあります。またこのシーンではアウディ R8 風の車両が手前に1台、さらにですね、これ3台並んでいて、真ん中のところランボルギーニクンタッチ LPI800-4 っていうね、ランボルギーニカウンタックの50周年モデルの車両なんじゃないか、また一番上はメルセデス・ベンス SLR マクラーレンスターリングモスというね、1億円ぐらいする車両が3億円で落札されるなんていうこともね、実際あるという、めちゃくちゃ超すごいスーパーカーということで、このサムネイルの左側に映っています。そして右上はランボルギーニフンタッチということで、この2台は間違いなく来ると。またこの積載車なんですけれども、これはいろんなビジネスの中で結構使ったりするものなので、既存のものかもしれませんが、この後の映像から出てくるので、まあ、もしかしたら新車両のトラックなのか、もしくは既存なのか、ちょっとねそのあたりは不明です。この車両一体いくらぐらいなのか、おそらくランボルギーニ系のやつだったら200-300万ドルぐらいは GTA マネーで支払わないと購入できないんじゃないかなと思います。またこのアウディの R8 風もこれも200万とかいくんじゃないかということで、だいたいですね、新車両1台に対して200万とか300万かかってくる可能性あります。これ既存のね、ミッション配達用のトラックなのか新車両なのか、これはね実際に来てみないと分かりません。まあおそらくペガサス車両とかになるんじゃないかなと思います。続いてバイカーのシーンなんですけども、これ既存のアリーナのバイクでもこうやってねマシンガンがついてね、盾がついたのね確かあったと思いますので、まあ、この辺りは新車両紛れ込んでないような気もします。また次のシーンは MC や CO のサイドビジネスかなっていう感じで、MC の場合は顧客のクライアントのバイクをカスタムしてオートショップのように配達したりとか、クラブハウスのバーをちょっとね運営するっていうねビジネスもあるようです。ペーパートレイル作戦か、もしくはビジネスの一部の映像かなと。左下はメリーウェザーがバラージに乗ってるような映像でした。またここで新武器が追加されると、まあ武器詳しい人はね、これはなんとかだってコメントたくさんありましたので、まあおそらくその通りなんじゃないかなと思います。武器1つ目、これが追加されると。
次にですね、ちょっと変わった車両、ウィービルというね、可愛い系の車両なんですけど、それが先頭車両バージョンになったのか、後ろのね、タイヤがめちゃくちゃでかくなってね、ちょっと太くなってます。ウィービルのマッドマックスバージョンなんじゃないかなんていうコメントもありました。まあこれもいくらぐらいするのかですね。ストライクフォースが4機、そしてタイタンが飛んでいます。次にドローン、そしてアリーナのバイクっていう感じで、次はカヨペリコのレースなんじゃないかと言われている映像です。これね、ランドレースがね、もしかしたら作れるようになるか、もしくはランドレースが公式のものが追加されるか、そしてこちらカヨペリコのヘリのフライトレースが追加なのかどうかっていう感じですね。まあせっかくカヨペリコのね、いいマップのデータあるんでね、自由に行き来できるとか、いろいろ作れるといいですよね。また最後は IAA の捜査官になるペーパートレール作戦ミッションなのかなっていう映像で、 FIB に追われているところ、 IAA のエージェントとして逃げている。そして新車両1台、ここにカマロ映ってます。真ん中の方に赤いカマロもちょこっと映ってますね。まあこれもおそらく高いと思います。続いてドゥームズデイの続きかということで、めちゃくちゃ強い敵が復活しちゃうんじゃないか。またパラシュートでの脱出ミッションは難易度高そうですね。パラシュート撃ち抜かれたらピューって落下しちゃうと思うんで、これは危ないかなと思います。まあこれもスリル満点のミッションになると思います。まあいろんなね、人がねどんどんプレイしていくと簡単な方法っていうのは絶対見つかるんでね、そうすれば初心者さんでもできる可能性あります。またここのね、ドゥームゼインの強い敵、前回ドゥームゼインの時にね、透明になったりしてかなり厄介だったんですけど、今回は透明にならなきゃいいんだけどもっていうことです。というわけで大型アップデートは日本時間で7月の26日17時以降20時頃までにおそらく配信されますので、このチャンネルではそれぐらいの時間にライブ配信をしてカウントダウンなどを皆さんとやっていきたいと思います。またこの1分間の映像、まだまだ発見あるかもしれません。気づいた方、これはこうなんじゃないのって思う部分があったら、気づいた方はぜひコメントをよろしくお願いします。まあ、今回のトレーラー、いつもよりも情報量が結構多かったんじゃないかなと思います。また公式の案内ではアップデート、大型アップデートは全機種に来ます。もちろんね、 PS4、Xbox One、PC 版にも来ると。また IAA のエージェントなるミッションが追加されます。これコンタクトミッションとして追加されますよということなので、まあ、それが報酬2倍とか来たら結構稼げるようになる可能性もあります。IAA のエージェントになるということで、 IAA の首からぶら下げるパスとかバッジが解除されるんじゃないかとも言われています。7月26日の大型アップデートは犯罪事業というテーマになっていて、4つのキャリアをねアップグレードさせていく、そして拡大させていくっていう内容になっています。そしていろんな部分が改善され、乗り物、収集アイテム、スペシャルイベントなどがこの夏結構来るということで、解除ものなども多分あるんじゃないかなと思います。また一番大きいのは4つのビジネスが公開セッション不要で調達売却できる、そして電話で管理ができるなどがあるようなので、今までカヨペリコばっかり注目されてお金稼ぎね、ここ最近やってましたけれども、それらが全部ビジネスも結構稼げるんだよっていう風になるんじゃないかなと思います。まあカヨペリコ飽きちゃった人はね、こういった4つのビジネス絶対楽しくなると思います。また CEO のビジネスもサイドビジネスが追加されたりとか、MC のビジネスではクライアントのバイクをカスタムして届けるなども、そういったサイドビジネスが追加されるようです。まあバイカーのね、ナイトクラブでもね、バーをね、まあ補充ミッションっていうのがあるらしくて、在庫を切らさず客を満足させ続けるとお金が増やせるっていうね、バーを運営するみたいのもあるようです。これも面白そうですね。そしてこちら、2つ目の新武器の映像も出ています。果たしてこれは強いのかどうか、実際にアップデートが来てみてからいろいろね使ってみたいと思います。まだまだ映像は続きます。銃器密造、要するに地下基地のビジネスなんですけども、今まではビジネスとして銃器密造、武器などを作って配達をするっていうミッションだったんですが、それでお金を稼ぐビジネスなんですけども、サイドビジネスとしてアミネーション、武器屋に武器をね配達するっていうね新しいミッションが増えるようです。それでねお金稼ぎ、まあ小銭稼ぎみたいな感じだと思うんですけれども、先ほどの MC のサイドビジネスみたいな感じでお金を稼ぐことができるようです。またエージェント14に電話をして、ちょっとね管理しやすくなると。またナイトクラブも電話で管理ができたりとかする。そしてナイトクラブの調達っていうのは自分でできなくてずっと自動だったんですけども、これらも自分で調達することができるっていうことになるようです。
ペーパートレイル作戦、これは IA のパスバッジ解除入手になるのかどうか。そしてこの映像では室内にドローンがなぜかありますけれども、この室内新しい家なのかどうか。ちなみにずっと昔からあるワンルームの没データみたいなのはマップの下に隠れていますので、もしかしたらそのデータを使われるようになるのかもしれません。このペーパートレイル作戦は1人から4人でできると言われています。また新車両に乗ろうということで、イマニテック対応の車両が2台増えると。ここまでで確実に8台ぐらいはね、追加されるのはもう分かってるような感じだと思います。でさらにベニーズアップグレードが拡張ということで、さらにお金もかかるんじゃないかなと思います。次世代機ではハオのアップグレードの車両が増える、これが夏の後半に来ると言われています。やはりハオスペシャルワークスアップグレードは PS5 Xbox シリーズ限定なのかなと思います。さらに報酬アップ系が多いです。オプレッサーマーク2の弱体化、これは対プレイヤー戦で不利になるような感じになると思います。スナックアーマードもすぐにね使えるようになると。またレース敵対モードの報酬アップ、そして旧強盗とドゥームズデイ強盗の報酬がアップということで、組織の部下の報酬もアップ。今回1分間のトレーラーが公式発表されましたけれども、その映像をスローモーションとか一時停止とかして皆さんがコメントをくれるおかげで、いろんな発見、皆さんの発見がたくさんあります。なので現時点で皆さんがコメントしてくれているものをちょっと動画に取り入れてみました。まだまだ発見はあると思うんですけれども、あとね数日待って大型アップデート来ますから、それまでにお金稼ぎしたりとか、ガレージの空きを作るとか、または PS4、PS5 とか本体の容量をねちょっと開けておくとか、またはネット回線を改善しておくとかして準備をしておくといいかなと思います。というわけで最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。Smoke weed every day.